はい、こんにちは、ヘルパと申します。今日も一緒にマリオカートを楽しんでいきましょう。はい、スタート決めます。はい、ここはい、ということでスタートしました。ですね、何から話したらいいかな。まずですね、今回結構レートが上がっちゃってるんですよ。って言ってもまあ300から200程度なんですけど、何があったのかと言いますと、録画ミスです。もう何回やってるんだっていう話なんですけど、音声がね、ちょっと同時にそのマイクの音声とゲーム音声を両方一緒にやっちゃって、どうもなんか音ずれしてるように聞こえてしまうんですね。なので撮り直し撮り直しを重ねて、レートが200ぐらい上がってしまいました。なのでね、1週間分ぐらい取りだめがボツになっているので、そのぐらい実力が上がってるであろうという形になっております。なのでね、ある程度ね、その2日目以降に比べると比較的、マシな動きができているようになってるのかなと思ってます。まだね、ちょっと走ってないコースとかもあったりするんで、なかなかねうまいこといかない部分もあるかと思うんですけど、まあモーモーカントリーはねそんなに難しいところじゃないんで、まあ、サクッと1位を取って飛び来ないでよ、1位を取っていきたいと思います。なんか1人すごい後ろにいるね。まあ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 、まあ、余裕でしょう。余裕で1位取っていきますよ。赤コーラは俺か。待ってくれ。よし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 、大丈夫大丈夫。スリップストリームくれませんか。くれませんね。アイテムを取って、さあ、あーくそ、よいしょ。あ、これはインを取って俺が1位に行けるのでは。よし、やったね。はい、ということで1位獲得です。ありがとうございました。いやー、なんとか1位取れてよかった。さあ次のレースいきます。はい、ということでワリオ鉱山 100cc の方をやっていきたいと思います。さあ頑張ろう。スタートダッシュ決めていくよ。はい、ここよし。ということで、第2レースの方やっていきたいと思います。よいしょ、スリップストリームちょうだい。スリップストリームくれない。最高速で負けてるから。さあコインを取って、今の落ちてった、落ちてないね。ラグが怖いね。投げていこう投げていこう、ここは攻撃的に。 OK、 1位取れたね。なんか2位の方が強い説あるんだけど、後ろが見れないからやっぱり1位で走ってた方がいいかなっていうのがありますね。1位走れればの話なんだけど、たまたま1位に出れただけでさ、こうなるからさ。で、そうそう、このシリーズなんですけれども、日刊投稿いつまで続けていくのかっていうことなんですけど、一応目標も、目標も決めました。レート5000、こちらの方を達成して、とりあえず日刊投稿の方を終了とさせていただきます。まあね、ずっとマリオカート自体すごい楽しくて、ずっと続けていけるゲームだと思いますんで、ちょいちょい投稿は挟んでいくと思うんですけれども、とりあえず毎日投稿の方は、5000までということにさせていただきます。マリオカートはずっと続けていくつもりなんで、ぜひぜひツイッターの方にね、私のフレンドコードの方を載せておきましたので、普通のね、普通のっていうか何が普通なのか分かんないけど、人気実況者さんとかだとフレンドコードなんて載せたらえらいことになると思うんですけど、自分なんかはねフレンドコードを載せました。何人フレンド申請来たと思いますか。正解、0人です。悲しいね。まあそんなもんなんで、ぜひぜひね、フレンド申請の方もしていただければなと思います。ツイッターのフォローの方してね。で、ぜひぜひチャンネル登録の方もしてもらって、楽しみにしてますんでよろしくお願いします。で、一応その、まあ、レート5000に行った後でも行く前でもフレンド
郎さんが結構集まってくるようなことがありがたいことにもしあれば、フレンド戦なんかをねちょっと動画の方にしていけたらなと思っております。なのでぜひぜひ、よろしくお願いします。フレンド申請待ってます。なんかねやっぱり日本でやってる人がそんなに多くないのかなっていうのがあってね、っていうことで、1位フィニッシュですね。びっくりあれびっくり、すごいね、1位フィニッシュありがとうございました。ということで、徐々に上手くなってきていると思いたいヘルパでした。また明日投稿しますんで、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。それではまた明日お会いいたしましょう。またねー。